皆さんこんにちは、こんばんは。私たちベビーウルフです。水吉です。トリトリです。あやかです。まいまいです。みかみんです。まつりです。今日はこの 1,2,3,4,5,6 人で巡礼します。イエーイ。レギュレーション教えてください。はい、人狼が1人、裏切り者が1人、占い師が1人、騎士が1人、村人が2人です。それでは初日の議論開始してください。どうぞ。おはようございます。どうした？どうしよう、ね、なんかもじもじしてる、ね、え出るよ、なんか出るよ、ね、まだ言わない方がいいんじゃない？明日打った方がいいんじゃない？もじもじしてる、もじもじ。じゃあ明日言いましたね。なんかね、群がったりしようとしてる村人みたいな。トリちゃん気になる。トリですか？これは出した方がいいのかな？出した方がいいんじゃない？どうなの？どうなの？これ出さない方がいい。なんか死なないなら出さない方がいいか。だって白先ないし。うん、確かによ。でも確実に占い、いや例えば占いが信用して騎士が守ってくれたら確実に明日の結果は見られるから、うん、そういう意味では出た方がね、1日目絶対守るんですよ。もしさ、でもさ、狂人が出ちゃったら2分1で守る。狂人が出たら、でも逆にそれだったら真潜伏したらというか噛まないんじゃない？うん、でもさ、白先ないからワンチャンでかも。ちょっと待って、この話はあんまどうでもいいかも。占い師です。あ、占い師です。占い師です。ありがとう。だってもう時期も早く進めそうだね。そうだね。たまつりちゃんこの瞬発さいいなって思っちゃった、うんうんうん、でもどうなんだろう。なんかめっちゃ信じられる、私前々のこと。どう？結構信じてる、ね、うん、瞬発で出てくる、うん、でも来るよね、いちいちだし。で、うん、出るね。まあ、守った方がいいから守っていただいて、ね、うん、お願いします、お願いします、はい。もうこれ以外で、まあ、人狼っぽい人を探すのが。そうだね、今日ね。なんか、うん、まつりちゃんが、本物だと思ってるんだけど、うん、狂人が出そびれちゃったと思っていて、うん、なんか人狼が出たって勘違いして、うん、出そびれちゃったと思ってるから、うん、結構水吉が狂人かなって私は思ってるから、うん、今、うん、じゃあ今日は釣らないでください。でもさ、だとしたらさっきのうずうずしてた時めっちゃ絶好の使用タイミングじゃなかった？なんかでも明日言うって言ってからね。え、狂人が出てる、狂人が人狼が出てると思ったってこと？本物ではなくて、うん、だって狂人目線さ、2人出たらさ、うん、人狼が語ってきたと思うから、2人目ってことか。そうそうそう、この2人が出た時点で、あ、黙ってなきゃって思うから、うん、なんか人狼が出たと、私は違う、うん、狂人かな。その瞬間を見てればよかった、ちゃんと、ね、思ったら撤回されちゃってっていうことか。私は口開けてた。口開けてたよ。あ、口開けてた。私結構ね、水吉のことを、ね、疑ってない一番人間だと思ってて、じゃあ従おう。あ、うん、トリちゃん、まあ、めっちゃ信じてるんだよ。トリちゃんかみかみ。あ、私めっちゃ、トリちゃんめっちゃ気になってる。はい、え、でもどちらかというとちょっと狂人っぽいムーブかなって雰囲気でね思ってたから、どうだろうね。あ、ね、あやかちゃんかなと思って。あ、まあ、でか、まあ、獅子出てもいいかも、逆に。もうなんか、いや、出ない方がいいよ。出ない方がいい。出ないで守ってもらって、明日打った方がいいじゃん。じゃあ、さっきの出そびれた理論は、あやかちゃんが自分の心境を言ったみたいな感じで言えた気持ちなの。なるほど、それでいいよ。どうして？じゃあ、早かんないんだけど。え、二郎いるん？いない。でも、3分の2でさ、人外する。うん、選んでた人はレスパーさんに移ってください。はい、投票します。あやかちゃんに投票します。いいんじゃないかという最後が、この役には見えなかったので安定かなっていうのと、まつりちゃんが占い師渡したくなさそうなムーブから出てきた感じが信じてるので、これの、あの、信じていいかなと思います。まつりちゃんを、投票します。三上に投票します。あやかちゃんは私のことを結構責めてきたので人狼じゃないんじゃないかなと思っていて、狂人だと思っています。で、まあ、鳥ちゃんか三上の中に人狼がいると思っていて、鳥ちゃんはあまりにも何もしなさすぎたかなっていう感じがあるので、三上に人狼があると思って投票します。はい、投票します。三上さんに投票します。マイマイさん絶対人間だと思ってて、まつりちゃん本物の占い師で、水吉さんが明日何か言うということで、生かしておいて今日3人から誰か釣れればいいかなと思ってます。特に理由ないんですけど、この3人からでいいと思ってます。投票します。そうなっ
ったら彩香ちゃんしかないかな。まあどっちでもよかったんだけど、てか本当にマイマイと水吉を人間置きするんであれば、2人とも鳥ちゃんも彩香ちゃんもどっちも人外になるので、まあ1票入ったら彩香ちゃんに入れようかなと思ってます。まあさっきまつりちゃんが言ってたあのデソビレ太郎は彩香ちゃんの心境そのままだったっていうのを今日はちょっと信じてみようかなって思ってます。代表します。みかみんが鳥ちゃんに投票したら結構鳥ちゃんに重ねるのありかなって思ってたんだけど、この投票が結構みかみんが人狼あると思ってるから私はみかみんに投票します。彩香ちゃん2、どうしようかな。彩香ちゃん人狼がないと思ってるんだよな、あるとして狂人。みかみんではい、お願いします。それでは本日追放となるのはみかみんです。遺言どうぞ。いいのかは？襲撃されたのはマイマイです。それでは議論開始してください。どうぞ。鳥ちゃん人間でした。おお。もう。うまいうまい。どっちか？私騎士。おお。マイマイでした。あ、じゃあ私だ。ミカミン強人だったのかも。ミカミン。ミカミン騎士かなって思ったの。昨日の去り際。ああ、やっちゃったよみたいな。そう。騎士だったらさすがに自分のタイミングで言うと思ったから。強人だ。たらあれ言わなくない？今は騎士でしたとかわかんないけど今は狂人だと思っております。マジか。で、人狼だと思っております本当に？はい。え、結局何か言いたかったの？何も言わない。祭りが好きだだから信じてほしい。私も好きだけど祭りが好きか、まあ、ちょっとごめん、人狼ゲームに市場持ち込めないしてあやかの騎士仕様を信じておるのか？信じておる、信じておる。マイマイ騎士はないか？だって、あやかちゃん騎士って言って、鳥ちゃんとかから騎士って出てきたら最悪だから信じて。私からも出る可能性あるよ。どっちにしろ、その状況で言うと思わないから信じておる。水吉がもし本当に人間なんだったら、祭り狂人のマイマイが言ったんだけど、マジ？ないでしょ。でしたが、一番あるんだけど、ない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 。ないない、あやか。あやか人狼。人狼で騎士と言ったと？はい。祭りを疑えと？いや別に私疑わなくて。だって私人間なんだもん。あ、そう。でも信じた場合はわかるよ。あやかだね。違うからね。あやかだよ。絶対信じてくれないもん、その目。一回鳥ちゃんの話聞くとどう思う？水吉さん。やばーどうしよう、なんかだって。だって撤回しないよ。死んだなら。前々がね。前々がね。うん、だから別に私はまつりちゃんのことを疑っていないから、あやかちゃん。あやかちゃん。なるほどね。あ、そうかそうか。あやかちゃんだけ、もう祭り一筋よ昨日と目が違う。だって、騎士、この番組の騎士強すぎるもん。だから強いもん。よ強いからこそ言ったよ。これは騎士よ。いやいや、だって、じゃあ、私だってなんかやれたよ、今日。じゃあ。なんか騎士だったから昨日なんか占いの内訳の話を精査ずっとしてて、人狼が出たパターンも一応考慮してたっていうのもあって、あと騎士は出なくていいって絶対に言ったし、あと例えば人狼が占い師に出ていた時って狂人が騎士に出てくるかなとかも結構考えてて、まあ、祭り一択かなっていう祭りを疑えと。じゃあ、彩香を疑ってください。いや、私は彩香しか疑えなくて、祭りを疑うともう頭が破裂しそうだから、彩香を疑うというか、彩香しかいないんだけど、そうだよね。昨日のうちに言っとけばよかった、彩香を。投票しとけばよかったな。ミカミンがきっと騎士。ミカミン騎士だと思う。あの、水吉はね。だって、言うよ、騎士なら言うよ、だって。あんた、言わないやろ。ミカミン騎士だったら狂人どこにいるの？狂人はマイマイかとか。マイマイが撤回したの、わざわざ資格させたの、狂人で。だって、撤回しちゃ、しちゃったみたいになったんだから。わかんないもうだってな、ほんとにかわいい。どうする？もう結果見て驚いて。ほんとにやばい。議論時間終了です。投票に
まつりちゃんから投票して。いいですよ。水着的に なんか結構信じてるから、あやかちゃんのこと違うと思います。そっか、はい、あやかちゃんに投票します。ちょっともう勝てない気がしてるんですけど、あやかちゃんが人狼ですよ。これでまつりちゃんが偽物だったら私はすごく悲しみます。大丈夫、メリークリスマス。ハッピーニューイヤー。年明けた。投票します。水吉に投票します。はい、投票します。水吉さんに投票します。ありがとう、まつりちゃん。それでは本日、追放になるのは、水吉です。遺言かけたけどダメでした。噛まない。まあだってもう人間っぽいからもう決定票打っちゃうよ。あ、人間っぽかった。そんなに、まあちょっとあやかさんちょっと、うん、あの人狼っぽいなって思ってたから。あーそうか、あやかさん今こちらこそごめんなさい。なんか人間みんな人間チームですね。何だったんでしょうね。まあ、全ては私が災いを回そうとしたのアーメン。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。ごめん、ごめんね。ごめんね、水吉。そういう時もあるよ。いらない。今回は人狼陣営の勝利です。あ、そっか。それからの、これまでどおり。なんかがなかったから今、次が思いつかない。ショックを見ていい。愛情ありがとう。ショックよ。愛情ありがとう。愛してた。絶対人間だって分かってたよ。愛してたよ。人間だって。悲しい。やっぱり人生ってうまくいかないじゃん。だから人狼ゲームに地上を使わないです。はい。はい、なんだっけ。あ、そうだ。ショック。落ちて。はい。今回は人狼陣営の勝利でした。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またねー。